チャンネル以外でデータ強有を避ける、えーまあ。シンクパッケージのことですね。シンクパッケージっていうのは、えーまあ、チャンネル以外でデータ強有を避ける方法の一つなんですけど、えー、チャンネルだけ使っているとですね、非常にコードが難解になる場合があります。えー、チャンネルっていうのは、いわゆるゴール値チとゴール値チの間をつなぐ、まあ、線みたいなものですね、まあ。ランケーブルみたいなものを想像してもらって、 それがですね、データのやり取りをするためにはそのチャンネルの型っていうのは決まってるのでやり取りするデータっていうのももう決まってしまいますと。で行きと帰りを考えると送るのとも,もらってくるのを考えると同じデータ型であるわけはないので大体こう2本線ができますね。さらにそこからエラーとかを考えるともう1本線が出てきます。 少なくとも1回のやり一回こう双方向にやり取りするとしたらまあ3本ぐらい34本そのチャンネルのつながりができてしまいますと。でそれがいっぱいできるとなるとチャンネルがすごくたくさん出てきてどこのコールチンとどこのコールチンがどのチャンネルを使ってつながってるのかっていうのが非常にわかりにくくなります。なので、まあ、できる限りはチャンネルっていうものは必要、えー、最低限に抑えて。 チャネルを使ったライブラリーとかを作ったりとかしてライブラリの使う側はあまりチャネルについて意識しないようにするといったようなやり方が良いと思いますまたは、えー、シンクパッケージを使って単純にロックを取るという方法でもいいかなと思いますで、えーまあ、チャネルを使った場合はですね競合を防ぎたいデータが複数あった場合っ、ね、ちょっと難しくなるので シンクパッケージで使うこともありますと。シンクパッケージはですね、データの強行を防ぐロックなどを提供するパッケージになっていて、サブパッケージにですね、アトミックみたいなアトミックな演算を行うためのパッケージなんかもあります。で、えー、ロックですね、えー。シンクミューテックスというものがロックを取れますと。シンクミューテックスはですね、ロックメソッドとアンロックメソッドを提供している型になっていて、 ロックメソッドを呼ぶとですねアンロックメソッドが呼ばれるまで次のロックメソッドの呼び出しでブロックされます基本的にはミューテックスが行うのはこれだけですとなので特定の変数とかを守るみたいなことは直接的には行わないですどちらかというと処理をブロックすることによって間接的に変数を守ったりするというイメージになります この場合だとこの赤い部分 M ロックをした後にもう一回 M ロックをしようとするとですねもう一つのゴール値でアンロックが呼び出されるまでここで処理がブロックしますでここでアンロックされた場合次にすぐここに行ってアンロックされるという形をとりますなのでチャンネルみたいに動機を取るために使うこともできますし処理をブロックすること または変数とかフィールドブロックあの守ることですね、ロックで守ることみたいなことができます。一つの変数に一つの1回しか同時にアクセスできないみたいなこともロックを使って行うことができますで RW。RWMutex、Mutex に読み込み専用の r ロックと r アンロックが入ったものになります。 書き込みより読み込みの方が頻度が高い場合この RWMUTEX を使うことをお勧めします理由としては通常読み込み処理というのは参照だけの処理値を変えない処理っていうのはですね読み込み同士がぶつかってもですね特に問題は起きません読み込みと書き込み書き込みと書き込みがぶつかると競合が発生しますけど読み込みと読み込みは特に問題がありませんと ロック書き込みの時はロックを取るということで、えー、必要最低限にロックがかかるように、えー、しているのが r w m u t スになります複数のゴールチンの待機ですね、えー、複数ゴールチンをこうそれぞれ動かしておいてですね、えー、その結果,をも結果を使ったりですねその、まあ、結果を使うというかその処理が終わった後に次の処理を 進みたいと3つ処理をやるゴールーチに動かしてそれ全部が終わったら次の処理に行きたいよっていう場合はですねシンクウェイトグループはよくあるのがそのデータベースの更新を 3, 3, 3つのテーブルにかけたいけど、まあ、3つそれぞれこう1個ずつやってると時間がもったいないので3つ一気にその SQL を投げたいよねっていう場合に3つ投げてそれが全部終わるまで待つみたいな時に使います。 シンクウェイトグループはですね、アッドメソッドに渡した回数の合計の回数だけダーンメソッドを呼ばないと、ウェイトメソッドで処理がブロックします。要するに、アッド、アッドとした後に同じ回数だけダーン、ダーンとしないと、ウェイトのところでずっと待ち合わせしますよという意味になります。で、まあ、ミューテックスとか RW ミューテックスもそうだったんですけど、シンクパッケージの構造体とか型はですね、 全部0値で使えるようになっていますのでわざわざコロンイコールとかで初期化する必要はないですこのまま使えるように設計されていますシンクウェイトグループは非常に良いものなんですけど1つ問題があってエラー処理ができないことですねエラー処理を行うためにはですねエラーグループというものを使いますと エラーグループを使うとですね、ゴーメソッドを呼び出すと、引数に渡したエラーを返す可能性のある関数を実行、ゴール値に実行してくれます。で、すべての処理が終わるか、処理が終わるまで、EasyWait、w a メソッドで待ちます一つでもエラーがあった場合は、最初のエラーが EasyWait に返りますと。 1で一つでもエラーが起きた場合に全部の処理途中のものに全部キャンセルを伝えるかどうかっていうのはコンテキストを使ってるかどうかによって判断されますと。With コンテキストによってエラーグループを作った場合はそのコンテキストを使ってキャンセルを行うことが可能ですと。コンテキストについてはま先ほど言った通りりまた後で説明しますけどゴールウチンをまたいでキャンセル処理を行うための仕組みだと思ってください。 シン,クバンスシンクバンスはですね一度しか実行しないような処理に使うものですと。ドゥメソッドを呼び出すんですけどドゥメソッドには戻り値引数のない関数を渡すことができます。ドゥメソッドは引数で渡された関数をたった1回だけ実行します。これ何か意味あるのかと思うかもしれないですけど複数のゴールーチンで同じ関数を呼び出す可能性がある場合。 早く処理ができた場合早く処理ができたやつが先に実行してそれ以外のゴールチンは何もしたくないみたいなそういった需要がありますと例えば初期化処理ですね初期化処理なんかは一度だけ実行するけど誰かが実行してなかったらまあ実行したいみたいなモチベーションがあるのでシンクワンスを使ってたった1回だけ実行するのができますとただシンクワンスの問題点はですね これもエラー処理ができないのでエラーが発生した場合にはエラ,ーエラーのハンドリングができないですとまた F がパニックを起こした場合はですねパニックを起こした場合もですねそれ実行したとカウントされてしまいますなのでパニックはちょっとノーカウントで行きたいねってなった場合はこのシンクバンスではできません